ナイロビ。ナイロビ、英語は、ケニア共和国の首都で最大の都市。アフリカ有数の世界都市であり、2010年の都市的地域の人口は336万人であり、世界第99位。赤道に近いが、標高約1600メートルに位置し気候は、比較的冷量である。主要な言語は、スワヒリ語と英語。ナイロビ、という名前は、マサイ語で、 冷たい水の場所、プレースオブクールウォーターズを意味するエンカレナイロビに由来する。東アフリカの中心的都市として多くの国際機関が本部あるいはアフリカの代表部などを置く。中でも国際連合は国連環境計画や国際連合人間居住計画の本部をナイロビに置き、さらにこの2機関の活動を支援するため1996年に 国連事務局の4つの主要事務所の一つとして、国際連合ナイロビ事務局を設立し、ナイロビを重要拠点都市の一つとしている。2014年、アメリカのシンクタンクが公表したビジネス、人材、文化、政治などを対象とした総合的な世界都市ランキングにおいて、世界第68位の都市と評価されており、アフリカの都市では、カイロ、ヨハネスブルグに次ぐ、 第3位であった。ナイロビは1899年にモンバサとウガンダの間に建設されていたウガンダ鉄道の給水及び補修の拠点として建設された。ここに拠点が置かれたのは、モンバサとビクトリア湖畔の町、キスムノニの重要な港町の中間地点にあること、高原にあり霊場で爽やかな気候を持つこと、真、まあ、最後の 冷たい水の名の通りに清潔で豊富な水が得られること、町の西にある産地を越えるための機関車の連結地点として適していたことなどが挙げられる。薬病の大流行と町の大火事の後、20世紀初頭に再建された。その後、交通の要衝にあり、良い気候と水に恵まれ、さらに肥沃な農業地帯の中心に位置することから、移住者が増え、1907年に、 イギリスの保護領であった、イギリス領東アフリカの首都となった。この頃には、イギリス本国からケニアへの移住者が増加していたが、彼らは、気候の良い,い高原部に集中して入植し、ホワイトハイランド、白人高原を形成していったため、高原地帯の中心にあたるナイロビには、多数の白人が居住するようになった。また、インド人と黒人の居住区も同時に形成されていった。 この都市はアフリカ人による歴史を持たず、最初から白人によって建設された都市であったため、特に白人が快適なように作られており、この三民族の居住区も明確に分けられ、市の西部に広々とした区画で作られた白人居住区に対し、市の東部に広がる黒人居住区は劣悪な環境の下に置かれた。1920年代には、 農産物加工やビール製造などの工業が発達を、始め、これにより出現した工場労働者たちが都市に流入し、ナイロビはより発展のスピードを増していった。周囲で大農園を営む白人たちの中には、本国で貴族や富裕層だった者も,も多く、ナイロビには小さな白人上流社会が出現した。カレーン・ブリクセンが農園主として、 ナイロビ南西郊外に住んだのもこの頃である。第二次世界大戦後の1948年には、イギリスの東アフリカ三植民地を統括する東、アフリカ高等弁務府がナイロビに置かれ、ナイロビはケニアのみならず、東アフリカのイギリス植民地全体の経済の中心になっていった。1950年に、市政志向。1961年には、東。 アフリカ高等弁務府は東アフリカ共同駅無機構と解消したが、本部は変わらず、ナイロビに置かれていた。一方、第二次世界大戦後には独立運動が盛んになり、1952年にはケニアと知自有軍が結成され、マウマウ団の乱といわれる繁栄独立闘争を繰り広げた。1963年には独立したケニア共和国の首都となった。 独立後、ケニア政府は首都としてナイロビの積極的な開発を進め、ケニアった国際会議場など数々の高層ビル群が建設された。ケニアが資本主義寄りの政策をとり、そのため他国に比べれば高い成長率を記録したこともあって、ケニア経済の中心であるナイロビには他国籍企業の視点が多く置かれ、アフリカ有数の大都市となった。 また富の集積するナイロビを目指して農村部から人口流入が起き人口が爆発的に増加した。東アフリカ共同駅務機構を受け継ぎ1967年に発足した東アフリカともカらダは本部をタンザニアのアリューシャに置いたが東アフリカの経済の中心地としてのナイロビの地位は揺らがなかった。1960年代から1970年代に かけては、年率7%もの人口増加を記録し、その後も高い人口成長率は続いた。これにより外の規模は拡大したものの、雇用の拡大が追いつかず、深刻な失業問題が起き、流入人口のかなりがスラムへと流れていった。これにより、特に街の東部を中心に、広大なスラム街が生まれ、また1980年代より、治安の急速な悪化を招いた。 1998年8月、ナイロビにあるアメリカ大使館がウサーマ・ビンラーディンの国際反米テロ組織アルカイラにより爆破された。この事件では市民200人以上が死亡した。この場所は今では記念公園となっている。2007年12月から2008年2月にかけて大統領選挙での不正疑惑からケニア危機が起き、ナイロビでも暴動が発生した。 アフリカ大陸の東、南一度16分、東計30度53分に位置し、市の面積は696平方キロメートルである。標高は1795メートルである市の南西部にはアフリカ第一高代の東端であるがある。ゴングヒルズはナイロビで最も特徴的な地形であり、標高は2400メートルを超え、ナイロビ市街を一望することができる。 ナイロビから北に約1 4 0トルにケニア山、南約2 0 0トルにキリマンジャロ山があり、どちらも晴れてよく澄んだ空の日には市外から眺めることができる。また、ナイロビから西に約6 0トルには活カ火カ山であるススア山がある。ナイロビ付近にはナイロビ川とその支流が流れている。ナイロビ川本流は市外の中心部の北から南東に向けて流れている。 ノーベル平和賞受賞者のワンガリマータイは、市の北部にある彼らの森を住宅開発や、インフラ整備などによる、乱開発から守るために運動を繰り広げてきた。高地に位置しているため、赤道からわずか南に1 5 0トル離れて、いるだけのほぼ赤道直下にありながら快適に過ごす、ことができる。欠片の気候区分においては、温帯化う気候に属する。 6月から7月にかけては最も気温が下がり、夜には気温が10度を切ることもある。12月から3月までは日照時間が長く暖かくなる。日中の気温は25度前後まで上がる。最高気温は2月と3月が平均摂氏26度と高く、7月と8月が摂氏21度と低くなるが、概して年間通じて気温の変化は少なく穏やかな気候である。 一年に二回の雨季と二回の寒季があるが、雨季の降雨も穏やかなものである。雨は11月と4月5月に多く、1月から2月と6月から9月は少ない。日の出と日没の時間は赤道直下のためほとんど変動しない。自治体としてのナイロビは、1900年に白人がナイロビ市共同体を組織したのが最初である。1919年には、これが、 発展的解消して、ナイロビ市政府が成立し、1983年に一度、解散されたものの、1992年には再び、復活した。また、ナイロビ単独で、ナイロビ州及び、ナイロビ県が置かれていた。2007年に、ナイロビ県は分割され、ナイロビ北県、ナイロビ西県、ナイロビ東県の3県が設置された。 市内には八地区と四十九の居住区が置かれている。地区はそのまま会員の選挙区を兼ねているが、選挙区名と地区名は違った名が付けられることがある。それぞれの地区内には様々な区があり、例えば市の西部に広がるキベラ地区にはナイロビ最大、アフリカ全体でもヨハネスブルクのソエトに次ぐスラムであるキベラ居住区があるが、一方で裕福な居住区である彼にランガ型も含んでいる。 市内の中心は、タウンと呼ばれ、ナイロビのシンボルである、ケニアッカ国際会議場や、ニューセントラルバンクタワー、その他市役所や国会議事堂などの政府機関、大企業のオフィスやショッピング街が広がっている。タウンの東は、ウフルハイウェイで区切られ、その東には、セントラルパークや、ウフルパークといった大きな公園が広がっている。タウンは大まかに、 ケニアッターベニューによって二つに区切られ、南部が官庁街や高級ショッピング街、北部は市場などがある商業街となっている。ナイロビ最大のモスクであるナイロビジャミアモスクやマクミラン記念図書館はタウン北部に位置する。タウンの北端にはナイロビ大学のキャンパスがある。タウンの南端にはケニア鉄道のナイロビ駅がある。ナイロビはもともとウガンダ鉄道の拠点として発展した街であるが、 現在では、ナイロビ駅は都市にそれほど大きな役割を果たしていない。タウンの北西から南東に向かって伸びる、モヤベニューイ島は、ダウンタウンと呼ばれる下町であり、ナイロビ側方面へと広がっている。西部の丘陵は、ウエストランドと呼ばれ、植民地時代から続く、高級住宅街である。一方で、キベラをはじめとして、マザレ、カンゲミ、ダゴーレッティ、ワイザカ、プムワニ、 コロコチョ、ソエとカリオバンに、ダンドラなどしない各地に、スラムが点在し、大きな問題となっている。中心部から、北東のダンドラ地区には、セギンが支援したゴミ集積所があり、水処理、焼却施設があり、環境を宣言になっている。ナイロビの人口約400万人中60、60%の人々が、市の居住地の5%に過ぎないスラムに集中して、居住している。 ナイロビはアフリカの都市の中でも最も急速に成長した都市の一つである。1899年に建設されて以来、この地域で最も若い都市であるにもかかわらず、東アフリカ最大の都市に成長した。2011年現在、ナイロビの人口増加率は年間4.1%である。ナイロビの人口は2025年までには500万人に達すると予想されている。 その後、2050年に1425万人、2075年に2842万人、2100年の人口予測では4666万人を数える世界12位の超巨大都市となる予測が出ている。ナイロビは東アフリカ最大の都市であり、多くの国際機関や企業が本部や支社を置いている。中でも国際連合は、 国連環境計画や国際連合人間居住計画の本部をナイロビに置き、さらにこの2機関の活動を支援するため1996年に国連事務局の4つの主要事務所の一つとして国際連合ナイロビ事務局を設立し、環境と人間居住の分野に関する活動の本部とするなど、ナイロビを重要拠点都市の一つとしている。この国連の諸組織は、 ナイロビに経済や雇用の面でも大きな利益をもたらしている。日本の諸組織もナイロビか南アフリカのヨハネスブルグにその機能を置くことが多い。国際関係の諸組織が集積し、来客などの受け入れ体制も整っていることから、ナイロビでは多くの国際会議が開かれ、これまでに多くの条約がナイロビで締結された。オリンピックシンボルの保護に関するナイロビ条約。 1981年やナイロビ実施要請2009年海南残骸物の除去に関するナイロビ国際条約2007年などナイロビの名を関する条約もあまたナイロビ証券取引所はアフリカ有数の証券取引所の一つであるこの証券取引所は1953年に正式に設立された現在ではアフリカで4番目の取引量と アフリカで5番目の GDP に対する時価総額の割合を持つ証券取引所となっている。ナイロビの水の94%は市の北にあるアバデア山系から供給される。中でも最も重要な供給源はディカダムである。しかし、取水された水のうち40%は排水中に失われてしまい、水道に接続している消費者の打ち水の供給が受けられるのは わずか40%に過ぎない。スラムには水道水の供給がほとんどないために、幸運にも水道水の供給を受けられるものや、水利から水を代わるを得ず、水道料金よりも、はるかに高い水代を払わねばならない。2009年7月には、深刻な水不足が続く中、トランスペアレンシーインターナショナルケニアとケニアの NGO であるマジなユファナシー、水と開発の発表した、 報告書によって、ナイロビ市上下水道事業会社の取締役会が不正のために解任される事態となった。この報告書は、ナイロビを含むケニア国内5都市のメーターの不正検診や産業用水の不正転用、水道への不正な接続を見逃すための賄賂の授受を告発し、中でもナイロビで最も不正が激しいことを指していた。 これに限らず、ナイロビシ政府は急増する住民に十分な行政サービスを提供することができていない。ケニア政府は独立以来一貫して都市重点政策を展開し、インフラ整備の大半を人口の10%台を占めるに過ぎない都市地域に振り向けてきたにもかかわらず、である。 ゴミの収集能力は1994年時点で1日800トンから1000トンの発生に対し回収能力は200トンに過ぎなかった。この状況は、以後も根本的な改善はなされていない。停電も多く、住宅供給は間に合わずに、市の人口の60%が過重地の5%に過ぎないスラムに住む事態となった。公共交通機関も十分ではなく、 公営バスの不足の隙間を埋める形で1960年代より、またと、ミニバス、乗り合いタクシーの普及が急速に進んだ。一方で、モータリゼーションの進行によって、自動車の数は大幅に増え、交通渋滞が激しさを増しており、大気汚染も始まっている。また、ナイロビは治安の悪さにおいても悪名高い。特に、1990年代より悪犯罪が、 急増、組織的、凶悪的な事件も目立つようになった。2013年9月21日には、比較的安全とされていたナイロビ中心部の、ウェストゲート、ショッピングモールに武装集団が乱入する、テロ事件、ケニアショッピングモール襲撃事件も起きた。また2019年1月15日にも、同様に複合施設への襲撃が行われ21人が死亡する事件が発生している。 ナイロビには、いくつかの大学がある。最も古い大学は、イギリス領時代の1956年に、王立技術大学として設立された、ナイロビ大学である。1963年の独立とともに、ナイロビ大学は、ウガンダのマケレレ大学及び、タンザニアのダルエスサラーム大学ともに、東アフリカ大学の一部となったが、1970年に、三大学は、独立して、 独自の卒業証書を受するようになった。ついで、1972年には、ケニアッタ大学が設立された。1980年代までは長らくナイロビにある、大学は、この2校のみ、ケニア全土でも4校であったが、その後各地の市販学校や技術専門学校が、国立大学に昇格し、ナイロビでも、ジョモケニアった農工大学が誕生した。さらに、私立大学が急増し、 ストラスモア大学、アライアント国際大学、ナイロビキャンパス。本校は、アメリカ・カリフォルニア州のサンディエゴにある、デイスター大学、アフリカナザレネ大学などが設立された。ナイロビで最も古い図書館は、中心部にある、マクミラン記念図書館である。1931年に建設され、1962年に、ナイロビ市議会へと移管された。 ナイロビにおいて使用される言語は、公的な場面においては、英語、日常的な場面においては、スワヒリ語やキクイ語が多い。英語は2010年まで唯一の公用語であり、現在でも役場や職場などでは英語を使用するのが一般的である。これに対し、日常会話では、スワヒリ語が共通語となっている。これは19世紀以降ケニア全土に、 リンガフランカとしてのスワヒリ仕様が広まり、国内の各民族が集中する市とナイロビにおいて、どの民族も使用することができる唯一の言語だからである。もっともナイロビで話されるスワヒリ語は、標準スワヒリ語からはかなり毛離れたものであり、ナイロビスワヒリ語とも呼ばれる方言が使用されている。また、ナイロビはもともとキクユ人の居住する地域の中央部に建設されており、 住民としては、菊油人が最大勢力である。そのため、菊油語を主に使用する住民も数多い。1970年代頃から、上記のナイロビスワヒリ語とはまた別の、シェント呼ばれる、スワヒリ語の方言はナイロビにおいて発生した。シェントは、スワヒリ語と英語の合成語であり、その名の通り、スワヒリ語のナイロビ方言に、英語や、ルヒア語、菊油語、看板語、 ルオムといった近隣諸民族の言語の語彙を多く導入したもので、またつ乗り合いタクシーの運転手などから若者言葉として広まり、音楽などのポップカルチャーやテレビ、ラジオなどにも使用されるようになった。外国からの窓口として1958年に建設され、市の中心部より1 5トル南東にあるジョモケにあった国際空港があるが、 Z 機の時代になる前は1933年に建設された市の中心部から南に4トル、慣れた現在は国内専用空港が使用されていた。1930年代から1940年代にかけてイギリス南岸のサウザンプトンから南アフリカのケープタウンに向かうイギリスの旅客機や郵便機の中継地でか。このルートではイギリスから ケニア西部のビクトリア湖に面する港湾都市キスムまでは飛行艇が使用され、そこから南では飛行場の航空機が使用された。ジョモケにあった国際空港は、現在東アフリカ最大の拠点的空港として、各地に路線が開かれており、ケニア航空やフライ540、トリンクエクスプレスといった航空会社のハブ空港とな、いる。 市内の公共交通は、ケニアバスサービスなどの会社組織のバス、並びに、個人経営が多い、マタトゥと呼ばれる小型バスが担っている。マタトゥは1960年代後半より、公共交通の未整備を補完するために出現したもので、現在では、中心部から市内各所に路線網を伸ばしている。マタトゥの路線は固定されているが、時刻は固定されていない。まとまった。 バスターミナルはなく、行き先ごとに発着場は異なっている。大型バスの他に、国内各地や国境までの長距離またとも、頻発している。植民地時代に建設されたウガンダ鉄道のナイロビ駅がある。かつては、モンバサ駅行きの列車が週に数便出ており、所要時間は1日以上かかるものであった。近郊路線としての機能はない。2017年に、 中国の出資で近代化が図られ、モンバサナイロビ標準機鉄道として再出発。所要時間は4時間半に短縮されたが、旅客扱いの有無は不明。これをさらに、ウガンダから南スーダンまで延伸する契約を東アフリカ諸国は中国と交わしている。急宗四国のイギリスと同じく自動車は左側通行。モンバサから ウガンダ国境へ抜ける国道が幹線で、市内を貫いている。中心部では片側に車線である。市内中心部の道路はほぼ舗装されているが、舗装の痛みの激しい場所もある。信号機は数が少なく、交差点の交通の整理は、イギリス式にラウンドアバウト、ロータリーでなされている。ナイロビには多くの観光名所があり、またケニア観光の拠点ともなっている。 ナイロビ中心部にはニューセントラルバンクタワーやケニアった国際会議場といった高層ビルが立ち並び上に登ればナイロビ市街を一望することができる中心部の北には1930年設立のケニア国立博物館がありケニアで発見されたアウストラロピテクスの化石などが展示されているその向かいにはヘビ公園がある中心部の南には キリンに直接餌を与えられるキリン公園がある。南西部郊外にはケニア各民族の伝統家屋や伝統文化を展示するボーマソーブケニアやナイロビで暮らしアフリカの日々アウトオブアフリカ1937年映画愛と悲しみの果ての原作などの作品を残したデンマークの女流作家カレンブリクセンの住居を博物館としたカレンリクセン博物館などがある。また 市の中心部から1 0トルほど南、ジョモケにあった国際空港のすぐそばには、ナイロビ国立公園があり、アフリカの自然を手軽に楽しむことができる。ナイロビ南西には、景勝チンゴングヒルズがある。また、ナイロビの北8 8トルにあるナイバシャコと、ヘルズゲート国立公園や、南のマガディ湖などは、日帰り圏内であり、ナイロビが観光拠点となっている。 これらの観光資源のほか、ケニア国内のサファリやケニア山などの登山を楽しむ外国人観光客もナイロビを拠点とすることが多く、また国連関係はじめ多くの国際機関が存在することからナイロビには多くのホテルが立ち並んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。